ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ねえ魔理沙、こないだテレビで織田信長特集をしてたんだけど、やっぱりあの人ってすごいのね。天下統一を成し遂げた人だからな。でも、最初からすごかったわけじゃないんだぜ。どういうこと？人間、何事も初めての経験って避けて通れないだろ。確かにその通りね。信長は戦を好んだって特集でしてたけど、最初の戦いはどんなものだったのかしら。いわゆる初陣ってやつだな。実はこの初陣は、武士にとって元服の儀式と同じように特別なものだったんだ。元服の儀式って、今で言う成人式よね。その通りだぜ。初陣は、人生の門出を飾るにふさわしい活躍をすることが求められていたんだ。そうだったのね。信長に限らず、歴史上には名将と呼ばれる人たちがいるけど、その人たちの初陣もどんなものか気になるわ。どんな名将でも猛将でも、初陣は必ずあるもんな。では今回は、5人の名将の初陣について紹介するぜ。それでは今日もゆっくりしていってね。まずは上杉謙信の初陣での活躍を紹介する。上杉謙信って勝率 97% の人でしょ。毘沙門天の化身とまで呼ばれて、かなり戦が強かったのよね。どんな初陣だったのかしら。軍神とも呼ばれた謙信の初陣は、それはそれは華やかなものだったんだ。謙信の実家は長尾家といい、越後メンバーのナンバー2だったんだぜ。父、為景の代に大きな勢力で国内をまとめていたんだが、為景の横暴な振る舞いに反発が起き、隠居の末、兄の春景が後を継いだ。いくら強くても態度が悪い人にはついていけないわよね。お兄さんに交代して、反発は収まったのかしら。残念なことに逆効果だったんだぜ。春影は病弱だったから、反発勢力は今がチャンスとばかりに反乱を起こしまくったんだ。弱肉強食の世界ね。そんな反乱の起こる中、為影が病気で亡くなったんだが、謙信は父親の棺を甲冑を着て敵対勢力から守ったんだ。そんな謙信は1543年に元服を迎え、病弱で反乱を収めることのできない兄を助けた。家族思いで涙が出そうだわ。わずか14歳でこの実力だったため、謙信の優れた才能を見抜いた家臣の本庄実頼よりは、謙信を崇拝し、支え続けたんだ。1544年、ついに長尾利景、黒田秀忠らが謀反を起こし、栃尾城に攻めてきた。これが謙信の初陣ってわけね。謙信は攻めてくる敵の背後に軍勢を向かわせ、後ろから襲わせたんだ。思ってもいない方向からの奇襲に驚いた敵は混乱せざるを得ないよな。謙信はその様子を見て、すかさず本隊を突撃させた。この一手が決め手となり、敵を敗北に追い込んだんだ。まだ15歳なのにすごいわ。まだ若いからといって謙信を侮った結果だよな。霊夢と同じように家臣たちも驚き、称賛したぜ。この初陣をきっかけに名声を高め、その後も次々起こる反乱を鎮めることに成功したんだ。これじゃお兄さんの立場がなくなっちゃうわね。そうなんだ。謙信の方が守護代にふさわしいのではと争いになり、最終的には春影は隠居し、謙信は19歳にして越後国主となったんだ。謙信の初陣は織田信長のようにセレモニーって感じじゃなかったけど、実力を発揮した素晴らしい初陣だったのね。お次は、苦労人の徳川家康の初陣について紹介する。家康って、豊臣秀吉の次に天下統一して江戸幕府の初代将軍だった人よね。誠実で優しいイメージだわ。そうだな。家康の幼少期は過酷で、早くに父親を亡くし、母は別の家に嫁いでいたから、初陣を祝福してくれる両親がいなかったんだぜ。今まで紹介のあった将軍と比べて孤独だったのね。ちなみにこの頃の家康は竹千代と呼ばれていて、今川義元が烏帽子親を務めたことにより、元服した後は松平元康と名乗っていたんだ。さらに今川の家臣の娘と結婚したから、完全に今川家の支配下にいた。地元の三河も同じく松平の家臣たちは今川のために戦に出陣していたんだ。父親を亡くしただけでこれだけ影響が出るなんて、父親っていつの時代も偉大ね。家康の初陣は1558年、今川家の若いリーダーを支えるべく期待されていたんだ。戦の内容としては、寺部城主の鈴木重達が織田川に寝返ったので、これを討伐するものだぜ。もしかして16キロほど離れた寺部城まで行ったの？歩きなら3時間半ぐらいかかるわよ。実は家康には作戦があったんだぜ。まずは戦の準備に自分の生まれた岡崎城に寄ったんだ。久々に会う家臣たちは、これで今川ではなくようやく若殿の元で戦うことができる、と喜んだというぜ。自分の尊敬している人のために戦えることが嬉しかったのね。でもここから向かうとなると、かなり時間がかかりそうね。その通り。考えた家康は、近くにある織田方の城をまずは落とそうとしたんだ。そんなことしていていいの？反対する家臣をよそに、素早く指図し、衣城、揖保城、広瀬城を落としたんだぜ。こうすることで周辺の城から援軍が来ることを防いだ。そういうことだったのね。そして、頼れるところがなくなった状態の寺部城を落とすために攻め入るんだ。家康は先頭に立って突撃し、次から次へと城の軌道を打ち破っていく。17歳なのに先頭を切るなんてすごい度胸ね。その姿を見た家臣は感心して、
祖父、清康公が生まれ変わったようだ、という言葉を残しているんだ。最後には城を落とし鈴木重達を討ち取ったぜ。初陣にして、きらびやかな勝利を手に入れたのね。この勝利において、今川義元も褒めたたえ義元が持っていた愛刀を授けたんだ。めちゃくちゃ褒めてるわね。この2年後には桶狭間の戦いで独立を果たしたのね。次に紹介するのは戦国時代のカリスマ織田信長の初陣についてだぜ。織田信長といえば、1560年の桶狭間の戦いよね。それが一番有名だな。その戦から13年前の1547年、信長が14歳だった時に信長は初めての戦を経験するんだ。その頃の織田家といえば、三河の国をめぐって今川家と対立し、戦を繰り返していた頃ね。その通りだぜ。1542年に安土坂で熾烈な戦いがあり、その数年後には織田家は安城城を奪っているんだ。その後、信長の初陣があるってわけね。どんな戦だったのかしら。その戦は、吉良大浜の戦いと呼ばれていて、信長は今川義元を牽制するため、現在の愛知県碧南市にあたる三河の大浜に700の軍勢を率いて出陣したんだぜ。いよいよ信長のセレモニーが始まるのね。作戦としては、大浜であちこち火を放ち規制を上げて帰ってくるというものだったんだ。誰かと戦うというより、士気を上げる感じだったのね。最初が肝心だもの、信長の性格上負けるわけにはいかないわ。そうだな、見事にその責務を果たした信長は翌日、名古屋城に帰ったぜ。しかし、この話とは別に碧南では逸話が残っているんだ。え、なになに？実は信長は、今川の味方である長田重元が守る波状を奪い取ることを目的としていたんだぜ。長田重元が城を出て岡崎へ向かうという情報を得た信長は、このチャンスを逃さまいと波状を攻めようとしたんだ。さすが信長ね、初陣でも負けん気だわ。しかし、信長がしようとしていることが長田重元に気づかれてしまうんだ。そんな状態になっているとは知らない信長は、長田重元が森の中に隠した軍勢にあっけなく敗北してしまったんだぜ。信長、頑張りが裏目に出てしまったのね。せっかくの初陣の結果が敗北になってしまった信長は腹いせに付近の村を放火し始めたんだ。信長のこと、ちょっと心配したけど大丈夫そうね。それより何の罪もない村の人たちの方が心配になっちゃうわ。そうだな。実はこの戦に勝利した長田重元は、織田川の戦死者を弔うため、そこに塚を作ったんだ。それが、現在、十三塚と呼ばれている場所だぜ。聞いたことがあるわ。十三塚って全国各地にあるのよね。そのうちの一つが信長の初陣がきっかけで作られたものだったんだわ。こうして見ると、戦から将軍の性格を理解することができて楽しいわね。そうだな。次は武田信玄の初陣を紹介するぜ。武田信玄って、風林火山の戦い方で戦国時代最強の武将とも言われているけど、領民に慕われるほど政治家としても優れていたわよね。貝の虎の異名を持つ信玄の初陣は1536年に父の信虎と共に行われた。当時の貝の国が平地が少なく山だらけだったんだ。もっと豊かな土地が欲しいと考えた信虎は信濃の国、佐久地方へ目をつけたんだぜ。その地方を手に入れるためにお父様と一緒に出向いた戦が初陣だったのね。いくつもの豪族がひしめいていたんだが、信虎は一つ一つ潰していこう作戦で7000の軍勢を率いて出陣した。信玄の初陣の舞台は雲の口城になるんだが、ここには平賀源信が2000の軍と一緒にこもっていたんだ。平賀源信を倒して城を乗っ取るのが信玄の初仕事ね。信虎と一緒に攻めるんだが、思った以上に守りは固く1ヶ月経っても城を落とせなかったんだぜ。年の瀬が迫る頃、膠着状態になった戦況を見て信虎は諦めて帰ることにする。お正月も近いし、諦めちゃったのね。でもそうなると敵からの追い打ちとかが出てくるんじゃないの？大正解だ、霊夢。信玄は、信狩りを申し出て300の兵を率いて最後尾につき味方の撤退をサポートした後帰るふりをしたんだ。帰るふり？実は帰ると見せかけて、城に近い場所に身を隠し吸収したんだぜ。恐るべし、油断したところを攻めたのね。武田の御曹司だから、本当は安全圏にいた方がいいんだがな。平賀源信は、敵を追い返せたと思いお正月に備えて城兵たちを家に返していたんだぜ。兵の数が少なくなったところに奇襲をかけられた平賀源信は、多勢に無勢で太刀打ちできず抵抗したが、城を討ち取られる結果となったんだ。一ヶ月も落城できなかった城を討ち取るなんてこの頃から策略家だったのね。先に帰ったお父様も褒めてくれるはずだわ。残念ながらそうではなかったんだぜ。その状況を知った信虎は、空城ゆえ落とせて当然のこと軍令に背いて勝手な行動を取るとは言語道断。と冷たい言葉をかけ、原神の偉人の素晴らしい立ち回りを認めなかったんだ。せっかく頑張ったのに怒られちゃったのね。私だったら、お父様を嫌いになりそうだわ。まあ、これがきっかけで親子仲が悪くなったという説もある。この戦が終わった後、原神は平賀信玄の首を埋めて供養したんだ。そういえば、そのお墓が千葉県にあるわよね。そうなんだ。
だから、源信が功績を挙げたのは確かなようだな。これが武田信玄の初陣だったんだぜ。次は立花宗茂の初陣を紹介する。その人もしかして上司にしたい戦国大名ランキング1位の人じゃない。一体何調べなんだ。まあ、確かに頭脳明晰で判断力に優れた人ではあるが、大きな功績を残して徳川家康を支えた本多忠勝と並ぶほど最強なのよね。父が高橋城雲、育ての親が立花同説だったから幼少期から逸話がたくさん残っているんだ。優秀なサラブレッドね。どんな逸話が残っているの？今回は3つ紹介するぜ。一つ目は幼少期の話だ。ある日、家中に重罪を犯した人がいたんだ。重罪人を成敗するように言われた家臣は背後から近寄り切って成敗したんだが、周りからは背後から切るなんて卑怯だ。それでは手柄にならない、と責められてしまったんだ。すると宗茂は、いともたやすく仕留めたことが手柄だ。打ちにくいところを狙ってしくじるのでは使えない奴だ。そんな奴は、私は成長した後決して持ち犬だろう、と言い放ったんだぜ。周囲の人は深く感心したそうだ。家臣をかばうだけでなく見習いといった考えはとても素敵ね。二つ目は野犬が襲ってきた時峰打ちにした時の話だぜ。父になぜ切らなかったと問われた宗茂は、犬を切るためではなく敵を切るための太刀だと答え、父はその成長ぶりを痛く喜んだんだ。無駄な殺生はせず敵のみ切るなんてかっこいい。三つ目の逸話は初陣とも関係する。転覆した後、13歳になった宗茂は初陣のチャンスがやってくるんだ。初陣するには適齢期ってところね。ただ、宗政は神妙な面持ちで、父上、出陣は死闘ございますがまた心身ともに強くはありません。敵と出会えば不甲斐ない死を招くでしょう。初陣の儀、しばらく待っていただけないでしょうか、と伝えたんだぜ。その言葉に父も家臣たちもとても感激したんだ。この年で、しっかり自分のことを分析し冷静に判断して他者に伝えられるのが素晴らしいわ。この分析力と冷静さが後に優秀なリーダーだと言われる能力なんだろうな。さて、この2年後にいよいよ初陣を迎える。1581年に、秋月種実のこもる古書さんに高橋城雲と立花同説が一緒になり、6000の兵を率いて攻め込むんだが、その兵と共に宗茂も一緒についていくんだ。実の父と育ての父の共同作業のサポートをしたのね。秋月種実も負けまいと8000の兵で対抗し各地で激戦が繰り広げられた。この時の宗茂は、唐綾脅しの鎧に兜の大きりっと締め腰には金象眼に鹿川の太刀を下げるいでたちだったんだ。背中には矢筒を背負い、手には塗り米の弓を持ち栗毛の旬目にまたがって出陣したぜ。堂々としていて勇ましいでたちね。とてもオシャレで惚れ惚れするわ。そうだな。霊夢は宗茂がよほど好きなんだな。宗茂は、初陣の戦が始まってしばらく経った頃馬を降りて、自分についてくるものは来い、と。本陣とは別に自分の陣を構えようとしたんだ。その行動にびっくりした森役の有馬伊賀の神は本陣を離れては危のうございます。ここは城雲様の陣へお戻りください、と諌めたが、宗茂は、このまま父と一緒に動いては、わしに従う者たちも父の軍勢と一緒に動いてしまい、わしの下地には従わぬではないか、と言い放ったんだ。初陣にしてはちょっと危険な気がするけど大丈夫なのかしら。宗茂の言葉を聞いた有馬伊賀の神は、戦いに慣れた者でさえ考えもつかぬこと、初陣だというのに、並外れた知略であるな、まさに天性の才能を備えておられる、と感服して褒めたんだぜ。その言葉に感銘を受け継いできた兵は150騎にもなるんだ。どんな時でも堂々としていたのね。だから、そんな宗茂についてくる兵も多かったんだわ。そうだな。そして、宗茂率いる150騎は、一斉に敵の側面を攻め込んだ。そこで秋月種実の後続部隊とぶつかり激しい戦いが繰り広げられたんだ。宗茂は無事だったのかしら？有馬伊賀の神が傷つけまいと守るが、その行動も虚しく多くの傷を負ってしまうんだ。そこに豪遊で知られている堀江備前という人が宗茂に襲いかかってくる。大変じゃない。しかし、それに気がついた宗茂は堀江越前に向かって矢を放つぜ。宗茂は、放たれた矢が堀江備前の利き手に命中したところを、すかさず組打ちに持ち込み見事、引き倒すことに成功するんだ。敵にすぐ気がついて弓を放てるなんて素早い判断だわ。しかも取っ組み合いになって相手を引き倒せるなんて、技にも長けていたのね。そうだな。引き倒した後は、誰でもよい、首を打て、と叫んで家臣に首を打たせ、敵を仕留めたんだぜ。すごいわ。この頃には戦況も有利になっていて宗茂は勝利に大きく貢献したんだ。初陣から最強武将の名に恥じない働きぶりをしていたのね。本当に大活躍だわ。
さて、今回は5人の名称の初陣を紹介した。霊夢、どうだった？どの人の初陣も面白かったわ。おのおの家柄や個性が出ていて考えさせられることも多かったわね。そうだな。初めは名称とは呼ばれなかったかもしれないが、初陣にはそれぞれ個性が出ていて、強さが伺えるものばっかりだったな。他の人の初陣も知りたくなってきちゃったわ。他にもおすすめの名称の初陣があればコメントで教えてくれ。今回の解説はこれにて終了だぜ。ご視聴ありがとうございました。